画はですね、なんとゆらりにドッキリを仕掛けます。ドッキリの内容がですね、私たちが挨拶ですごく間違えたりとか手こずったりとかふざけたりとかして、ただゆらりを困らせるドッキリです。ただ困らせるだけ。怒ってほしいね。普段怒らないから、なんか怒んない人を怒らせたらドッキリのプロということで怒らせたいと思います。せーの、どうぞ。 OK OK ピンクラテティーティー始まるよ。やばいの？だから、エコちゃんこれ。そうだよ。ゆなです。エコです。何言ってんの？え？どうしたらいい、これは。せーの、エコです。ゆなです。ゆらりです。あ、ごめんごめん、本当にごめん。え、なんかみんなどうしたの？ゆら忘れた、ぼんとしちゃってた。何してるんだよ、ほんと。ロケあったから。エコです。ゆらです。ゆらりです。ゆめかです。アリアです。ピンクラテー。でも待って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 。ゆらです。ゆらりです。ひめかです。アリアです。ブなんでブになった？いつもブイ、ビー言うか。ビーブー待って、マジで間違えでもみんなわざとやってるのってぐらい。せーの、ドッキリ大成功。え、なん、え、なん、え、なんの、だから挨拶が進まないで、挨拶が進まない。あ、え、だからみんなそんなに間違えてたの？頑張った。え、誰が一番わざとらしかった？え、ゆのちゃん。ゆのちゃん一番わかりにくかったのはよこちゃんかな。どうしたんだろうって思って、さっきの熱いので頭をやられちゃったから。みんながそういうわざとやって楽しんでるのかなって思った。ゆらりを怒らせる目標って、なんかゆらりって怒んないじゃん。そういう怒らない人を怒らせたらドッキリのプロだなと思って、うん、超大成功だ。うん、絶対分かんなかった。もし、あ、これでもう動画のおしまいなの？あ、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録。